メジャーの世界には驚くようなボールを投げる投手がたくさんいるが、シアトルマリナーズに所属するマット・ブラッシュも打者を圧倒しファンを魅了する素晴らしいボールを投げる投手の一人。身長185センチ、体重78キロ、現在25歳のブラッシュは2022年の昨年にメジャーデビューを果たした今季が2年目の選手。ブラッシュは昨年のルーキーシーズン先発5番手の投手として抜擢されシーズンに入ったが、デビュー早々失投が多く、5月の頭には防御率が 7.65 にまで跳ね上がり、マイナーへと返されてしまった。好調な滑り出しとはいかなかったが、7月に再びメジャーの舞台に戻り、今度はリリーフ投手としてマウンドに上がると、驚異的なペースで奪三振を量産し始めた。ブラッシュが扱う球種は主に4球種、スライダーとフォーシームを軸にカーブやカットボールを投げ、公式データでは 0.1% の割合でチェンジアップも記録されているが、これはほぼ投げない球種と思っていいだろう。最高球速160キロを超えるフォーシームは球威抜群の素晴らしいボールだが、ブラッシュの場合もっとすごいのはスライダーで、このボールはスピード、回転数、変化量、どれをとってもメジャートップクラスの魔球とまで言われる変化球だ。昨年はこのスライダーでブラッシュはルーキープレイヤーながらメジャー球界から大きな注目を浴びていた。先発投手としてはうまくいかなかったブラッシュだが、この最大の武器であるスライダーは未だ健在で、2023年の今季は昨年以上の活躍を見せている。日本時間8月23日現在、ブラッシュは62試合に登板し、防御率は 3.31、 そして奪三振率はメジャートップクラスの 14.58 という素晴らしい数字をマークしている。球威抜群のフォーシームと魔球とまで言われるスライダーで、今シーズンも順調に奪三振の山を築き、ブラッシュはチームに大きく貢献している。不安要素といえばやはり制球力の問題だろうが、まだ25歳という年齢を考えれば、さらに投手として成長し再び先発投手になる可能性さえあるだろう。メジャー球界には若くも怪物のような選手がたくさんいるが、マリナーズのマット・ブラッシュも今後の動向から目が離せない注目すべき選手の一人だ。